斜めに入射する光が、境界面で曲がることを、そうですね、屈折です。はい、正解です。はい、空気側、そうです、空気側の方が重要です。何と言いますか。はい、ガムテープで段ボールを固定します。ろうそくが倒れないように。はい、でこの時、ちょっと卵の持つ位置とか近すぎて手とか爪とか削っちゃうと危ないんで、そこも気をつけるようにしてください。尖った方を入れて、この中身を分離させます。混ぜて、でこれ、この時こうこぼれてしまう恐れとかもあるんで、シャーレの上でできればやってほしいです。もし覚えたら、さっき準備したタオルと拭いてもらってもいいんで。で、分離したなと思ったら、はい、出します。髪を洗っていきます。黒いのみたい。箱根の黒いのですか。に、ここに水を入れるといいかな。さっきをガムテープで固定するとは言ってました。あったの。分離してるから取り出せないんです。火がついてる。この幅どう思います。これ食べると面倒なの、取るのが、いいね、早いね、結構天井消えました。私しか見えない。そういうことだよね。屈折率、屈折率、ビーズのこれだったら、だから多分まっすぐあったって赤いやつに入ってこないから見えなくなるんじゃないかなって。まあ輝いて見えたのかですね。はい、見えたのかっていうのがあって、その膜のせいで変なんか、そう、ツイッターが起こってるんじゃないかみたいな。起こしたので、卵を黒い、だから光が入ると、その隙間とビーズを抜けるためにいろいろ屈折して、これが全然見えないんですけど、水が入るとそのビーズと同じ水が入るんで、一つ一つの隙間がその同じ色の水で埋まって、だから途中ビーズの同士の隙間で屈折したり反射したりせずに、一つの物質みたいになって見えるんで、透明になるんじゃないかなっていう。おー、すごいです。拍手。開いてください。高さ150ページ開いてください。だからやらせることはやっぱりやらせたくなかったかな。